どうもこんにちは、仙台リメンバーの高橋鈴香です。本日は模擬面接ということで、前回の動画のグループディスカッションの動画にも出ていただいた筑波大学の渡辺幸喜さんに模擬面接を受けていただく企画になっております。今日の面接官は沢さんです。沢さんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。沢さん、はじめに自己紹介。はい、人事コンサルティング会社の人材研究所を、代表してます沢と申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速沢さん模擬面接の、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では次の面接の方どうぞ。はい、失礼します。渡辺と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞ。はい、失礼します。今日はですね、当社の面接にお越しいただきましてどうもありがとうございます。こちらこそありがとうございます。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。いろいろ、渡辺さんのことをお伺いできればというふうに思っておりますので、どうぞ教えてください。はい、お願いいたします。はい、でまずはもう簡単で結構ですので自己紹介から、始めていただいてもよろしいでしょうか。はい、わかりました。はい、筑波大学教育学類3年次の渡辺幸喜と申します。はい、学業としましては、教育学の中でも学校教育ではなく地域教育や家庭教育といった学校外での教育に範囲を絞って研究しておりまして、具体的にはどういった環境の中で価値観が形成されていくのかというところを研究しております。あ、なるほど。価値観がどう形成されるかということが研究テーマだと。そうですね、育っていく環境の中でっていうところで見ております。でまた課外活動としましては、大きく3つ、アカペラとミュージカルと合唱のサークルに所属しておりまして、日々歌って踊って演技して活動しております。でそれ以外にも学校外にはなるんですけれども、アカペラの歴史をまとめるプロジェクトというものを立ち上げまして、そちらの代表としての活動も現在しております。本日はとても楽しみにしておりました。よろしくお願いいたします。分かりました、ありがとうございます。それでは、今教えていただいたやってきたことの中で、一番こう学生時代に力を入れたことというのがあれば詳しくですね、さらに教えていただきたいんですけれども、どちらのお話をお聞かせいただけますでしょうか。そうですね、どれにも力は入れてきたんですけれども、一番お伝えして自分自身をアピールできるなと感じているのはアカペラの歴史をまとめるプロジェクトの立ち上げと代表としての活動です。なるほど。アカペラの歴史をまとめるプロジェクトっていうのはこれご自身で作られたんですか。そうですね、自分自身が立ち上げてメンバーを募って現在も活動しております。もともとアカペラの歴史というものが、そもそもアカペラっていうもの自体が歴史が浅い文化でして、まだその文化の中では浅いからこそ書籍やサイトとして歴史がまとまっていないっていう状況だったので、まずはそういった歴史をまとめていこうということで、まず文献調査ができないからこそインタビューとしてこれまで歴史を築いてこられた方にお話を伺って、それらをウェブのメディアに、掲載させていただいているという活動をしております。実際にどんな方々をインタビューされたんですか。そうですね、ラグフェアってご存知ですか。はい、本当ですか。ラグフェアのおっくんさんというボイパをされている方であったりとか、現在もラグフェアのリーダーされている方とか、その他にも特にこれまではプロとしてアカペラを支えてこられた方々を中心にインタビューをしてまいりました。僕の世代だったらゴスペラーズとかそういう感じの方々。そうですね、ゴスペラーズさんにも今後インタビューをさせていただきたいなというふうに思っています。なるほど、分かりました。実際どれぐらいの期間やっておられたんでしょうか。立ち上げが、一昨年の9月になるので、だいたい1年半くらいになります。きっかけは何だったんですか。はい、本当の最初のきっかけは僕自身が大学生の時になってからアカペラを始めて、いろいろなアカペラの演奏とかイベントに参加したりしていく中で、昔はどういった演奏がされていたのかなとか、昔はどういった人がいらっしゃってどんなイベントがあったのかっていうところに興味を持って調べたことがきっかけでした。で調べてみると、やはり先ほども申し上げましたように、サイトや文献においても全然まとまっているものがなかったんですよね。そういったこともあったので、まず自分自身で話を聞くということをしました。でいろいろな人と話を聞く中で、その歴史をまとめていくっていうことに対する需要があるっていうふうに感じまして、でかつ自分自身もそこに興味があったので、じゃあもうプロジェクトとして立ち上げようというふうに思ったのがきっかけです。需要があるっていうのはどんなところから感じたんですか。主に2つありまして、1つがまとめたいっていう需要で、もともと個人的に何かそういった情報収集とかをされている方
でそれを何か形に残したいっていう思いを持ってらっしゃる方、もしくは自分自身がこれまで活動してきたものを残してほしいっていうふうに、自分自身の歴史を残してほしいっていうふうな需要、この2つが大きくありました。なるほど。じゃあ結構インタビューで話をする人から、あ、いいねこういう活動みたいな需要というかニーズを聞いてっていうことなんですね。そうですね。どうですか、今の18名ぐらいの規模になるまでの間にはかなりいろんなご苦労があったと思うんですけど、どういうところがこう大変だったんでしょうか。そうですね、メンバーが最初、今は1人増えたんですけど、最初は学生が1人だけ、僕だけだったので、そういった大人の方々と一緒に何かを活動するっていう経験がそれまでになかったので、まずはそういった大人としてのコミュニケーションだったりとか、大人としての物事の考え方っていうところはやっぱり最初は慣れていなかったからこそ、すごく、気にすることは多かったです。今思えば当たり前だなとは思うんですけど、例えばインタビューをしようってなった時も、インタビューをされる側のメリットというか、ただただ教えてくださいだけだとやっぱりなかなか相手にとって興味を持っていただけないと、そのインタビューっていうのは成立しないっていうこととかもあったりするので、そういったそれぞれの立場のメリットとかデメリットを考えていくっていうことが一つあったかなとは思います。例えばそのメリットとしてはどんなことを提供されてたんですか。そうですね、今回プロジェクトという形で、もともとそういった歴史をまとめてほしいっていう需要があったので、まずそこをメリットとして提供させていただいているかなというふうに感じております。まあ、そのメディアに乗ること自体がメリットだっていうことなんですね。なるほど、わかりました。実際この活動を通じて何かこう渡辺さんが学んだこととか変わったことっていうんですかね、はい、それはありますでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、まずはそのコミュニケーション能力っていうところで、もともと僕自身コミュニケーション能力っていうところにすごくネックというかコンプレックスを感じていたところはあったんですけれども、そういったいろいろな大人の方々と関わっていく中で、大人としての振る舞いであったりとか、どういったコミュニケーションを取っていくと円滑に意思疎通ができるのか、合意形成ができるのかっていうところを身につけられたかなっていうふうには感じています。なるほど、わかりました。では続いてですね、よく聞かれる話だと思うんですけれども、なんか今までの人生でこう挫折した経験みたいなのがあれば教えていただきたいんですけども、何かございますでしょうか。ありがとうございます。そうですね、先ほどもコミュニケーション能力にネックを感じていたっていうお話もしたんですけれども、大学1年生の時に先輩、特に目上の方に対してすごく遠慮しすぎてしまって、なかなか思うようにコミュニケーションが取れず仲を深めることができなかったっていうところがあります。そして、具体的に申し上げると、やっぱりそこで仲がよくできなかったっていう状態で、他の人たちはすごく仲良くしているのを見ると、自分自身のコミュニケーション能力のなさを実感してすごく落ち込んだことがありました。落ち込んでいた時期がだいたい1年生の冬なんですけど、その後コロナ禍に入ったっていうのもありまして、結構家で自分自身で考え事をする時間も増えたので、どうしたら改善できるのかなっていうふうに考えたことがありまして、その時に感じたことが大きく2つありまして、一つが自分自身がすごく遠慮しすぎていたこと、なかなか踏み込めなかったことっていうのと、もう一つがすごく言葉遣いが硬いってよく言われるんですけど、1歳上の方に対しても40歳上の方に対してもすごくちょっと硬い敬語を使ってしまうというか、何とかしてもらえますかではなく、何とかしていただけますかっていうふうな感じでコミュニケーションを取っていると、やっぱり距離感が生まれてしまうっていたっていうところはあったなというふうに感じて、そこの原因を少しずつ改善していくってことをしてきました。わかりました。ではですね、就職活動のお話に次は移りたいんですが、渡辺さんはこう就職活動をですね、どんな軸で、会社選びをしたりとか仕事選びをしたりとか、してこられた感じでしょうか。はい、そうですね、大きくは2つありまして、1つが自分自身の価値観を広げていけるような仕事かどうかっていうところで、具体的に申し上げますと、まず本当に多くの人と関わる機会があるかどうか、かつそういった人たちの価値観と向き合うことができる仕事かどうかっていうところを見ていました。でもう一つが、自分自身の成長っていう
面でして、まあもちろん得意なことを伸ばすことももちろんそうなんですけれども、自分自身が改善したいと思っていること、例えばコミュニケーション能力だったりとか、そういった部分をちゃんと改善できるような、職場環境だったりとか仕事内容かどうかっていうところを見ていました。まず一つ目 の、 その価値観を広げていくっていうことなんですけど、もともと勉強されてたことも価値観がどう形成されるかってことだと思うんですけど、多分そのあたりのね、あのつながりもあるかと思うんですけれども、これを軸としたのはなぜなんでしょう。そうですね、もともと価値観っていうものにすごく興味がありまして、まだ知らない世界を見ることができるっていう点ですごくいろいろな人と関わっていく中で、その人がどう考えているのかなとか、その人がどういった経験をしてこられたのかなっていうところをすごく興味を持って聞いているんですけれども、そういったこともあるので、今後仕事を通してでも自分自身の価値観を広げていって、自分自身が本当にこうありたい姿っていうのを見つけていきたいなっていうふうに感じています。もう一つ の、 その成長っていう軸なんですけど、これ成長のゴールというか方向性というか、こうどういうふうに成長していきたいっていうのは何かイメージあったりしますか。そうですね、僕自身が今考えている改善したいところっていうのはコミュニケーション能力なんですけど、それこそ価値観を知っていく上では、やっぱりその浅い会話だと価値観って出てこないと思うんですよね。なのでそういった人間関係っていうのをちゃんと形成できるくらいのコミュニケーション能力を身につけたいっていうふうに思っています。でその先はやっぱり自分自身の価値観を広げて、で自分自身がこうありたいっていう姿を見つけるとともに、そういった自分自身が受け取った価値観っていうのを周りにも還元できたらなというふうに感じています。じゃあそういう意味の成長をできる場を探しているってことなんですけど、それはどんなところを見て判断しようと思われてますか。はいはい、まずは会社を知るっていう点で言うと、やっぱり仕事内容っていう部分でどういった仕事内容かっていうので身につけられる能力も違ってくると思うので、例えばコミュニケーションっていうところで申し上げると、やはり人と関わることができるかどうかだったりとか、あとは人の行動っていうところを分析したりとか、そういったところを見ていくような仕事っていうのを見ていまして、でもっと深いところ、例えば内定を承諾する基準とかになってくると、やはり社員さん人を見ています。で具体的にはその僕自身がこう改善したいと思っている部分が身についている社員さんが多くいらっしゃるかどうかっていうところを見ていました。ああ、なるほど。つまりさっき の、 その人間関係形成力ですかね、があるなと思ったらそこで身についてんだというふうに判定しているということですね。そうですね、人間関係だけではないんですけど、一つはそれかなと思っています。じゃあいろいろ渡辺さん自身のお話を聞いてきたんですけれども、ご自身で自分をどう認識されているかというところをお伺いしたいんですけれども、要はよく強みとか弱みとか聞かれることあると思うんですけど、いかがでしょう。どんなふうに自分のことを思っておられますか。そうですね、僕自身の、強みというか自分自身はこういう人だっていうところで申し上げますと、不得意なことに対して、そこから、不得意なことがあると結構避けたりとか逃げたりっていう人も多いかなとは思うんですけど、むしろそこに興味を持ってしまう性格でして、結構不得意なことでも自分から進んでその世界に飛び込んでいくっていう風な性格です。確かにそのコミュニケーション苦手だからコミュニケーションをねっていうことだったりすることですね。で逆に弱みっていうのはどんなところにありますか。はい、弱みとして申し上げますと、やはり挫折経験でも申し上げたんですけれども、踏み込んでいく力っていうところかなと感じていまして、まだその少しずつ改善はできているかなとは思うんですけれども、なかなかここで踏み込んだら嫌われてしまうんじゃないかとか、ここでこういうことを聞いてもいいのだろうかっていうところを気にしてしまうところがすごく、それで機会が損失してしまっているなっていうふうに後々振り返って感じることもあるので、そういったところは弱みかなというふうに感じています。なるほど、分かりました。では最後に志望動機をお伺いしたいんですけれども、渡辺さんが最後受けられたところの、もので構わないんですけれども、その会社をですね受けられた志望動機を教えてください。はい、ありがとうございます。まず前提としまして、先ほど申し上げた就活の軸に当てはまっていると感じたことは全体としてあります。その上で御社のところで働きたいっていうふうに考えた理由としましては、社員さんです。でこれまでインターンシップや座談会、そして OB 訪問などでいろいろな社員さんとお話をさせていただく機会があったんですけれども、もう
一貫してそういった方々がすごくコミュニケーション能力がある、すごく踏み込んでいく力もあるし、かつ価値観をすごくなんていうんですかね、観察眼があるといいますか、価値観をちゃんと見抜くことができる能力があるっていうふうに感じました。でそういったこともあるので、この会社であれば僕自身がこの今思っている改善点を改善できる環境があるというふうに感じたので受けさせていただきました。分かりました。はい、以上で面接を終わりになります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではワク君お疲れ様でした。ありがとうございました。どうでしたか、面接の感想としましては。そうですね、まあ、自分自身は素直に伝えられたかなとは思うんですけれども、求められているものを答えられているかどうかちょっと不安になるところもあったので、うまく伝えられているかどうかっていうところ、欲しかったもの情報を伝えられたかどうかっていうのは少し微妙だったかなっていうふうに感じるんですけど、まあこれで落ちたら落ちたら仕方ないかなと思っているので、ぜひフィードバックをいろいろいただけたらなと思います。はい、じゃあ早速諏訪さんの方から丸抜の方お願いします。そうですね、今回の面接は本当に僕良かったと思います。はい、丸を出す。ありがとうございます。まあ、理由なんですけど、まずは全体的な印象として本当に、真面目に真摯に自分を伝えようとしてこう頑張って答えてくださってるっていうところですか。そこに何というんでしょうかね、サービス精神ってよく使うんですけど、言葉としてそれを感じたんですよね。サービス精神っていうのは相手を気遣う心だったりとか、面接って面接される方も嫌だと思うんですけど、面接する方もね結構辛いんですよ。どんな質問をしようっていうふうに考えるんですけど、そこをうまいことをこう欲しいものをねいろいろ説明してくれたなっていうところがあって、プラスだったというふうにすごく思います。中身で言うとやっぱり、いろんな人がこう欲しいって言ってくれたっていうのは分かるなというふうに思いました。それ以外にももっとヒントいっぱいくれたらよかったのにな。